今日はお話し会でした。先ほど私は終わりました。こんにちは、こんにちは。今日は可愛い系です。これはリサちゃんのラフォーレコラボの服です。で、なんか可愛い系って言ったから、なんか可愛いのないかなって思って、モコモコのものを買いました。モコモコです。エブリン、エブリンです。ナイス、モコモコでしょ。前髪伸びた、その伸びたよ。全然ね、切らないから伸びますね。下手くそ喋り方が。昨日はちょっとかっこいい系でツイッターにね載せたんだけど、ラフな感じで、今日はかわいい感じにしました。イエーイ。昨日お話がありがとう。あら、かわいい。あら、ありがとう。昨日の帽子かわいかった。昨日はね、帽子をね、2種類かぶったんだけど、ね、昨日乗せたこういうニット帽と、なんか、モフモフの耳当てがついてるフライングキャップみたいなのかぶりました。まつげ上がってるね。まつげ上がってます。来てくれた皆さん、ありがとうございました。こんにちは、こんにちは。今日は寒いってね。寒いですか？寒いですか？最近のまつげはめちゃくちゃ好きなの。本当？でもまつげパーマ、取りかけのところを頑張って整えて、左のまつげが結構あっちらこっちら、あっちらこっちら行っちゃって、寄せ集めて、でもこっちの方が濃く見える。さっきお話し会ありがとねみたいな。ありがとね。とめちゃくちゃ可愛い。マスカラはね、いろ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 ってなんだよ。いろいろ使ってる。感じ、あ、服ついてる。そこの間さ、サンリオピューロランドの方でね、スペイベやらせていただいたんですけれども、そこでさ、私初めてさ、あの高めの長いツインテールをしたんですよ。高めの長いツインテール初ですよ。もう私ずっとやってみたかったのね、高めの長いツインテールを。まあアイドルになったもんだからさ、アイドルだからさ、高めの長いツインテールしたいじゃん。してみたくない？みんなアイドルになったら高めのツインテールしてみたくない？してみたかったから、これはサンリオピューロランドだから、やっぱりね、可愛い髪型で、しかもピンクの衣装でやるしかないでしょってなって、高めのツインテールしちゃいました。イエーイ。あ、やったー、やったやったー。うん、これめっちゃ可愛いよね。あのサイリウムにつける用のシナちゃん、めちゃキャワです。そうで、ツイッターにさ、私初めてのロングツインテールってつぶやいたんだけど、つぶやいてなんか5秒ぐらい経ったら、なんかこのツイート、なんか前もしたことあるような気がするって
と思ったのね。初めてのロングツインテールリボン、あれなんか前もしたことあるような気が、初めてのロングツインテール、あれなんかしたことあるような気がするで、多分前したのはこの下目のツインテールを、髪長くなってから下目のツインテールを初めてやった時に、お話し会とかかな、お話し会とかでした時に初めてのロングツインテールってつぶやいたような気がする、多分同じツイートしちゃった、同じ言葉、あの高さが違うって話ね初めての、今回つぶやいたのは初めての高めのロングツインテール、かっこ高めみたいな、あ、それだ、コロネツインだ、コロネツイン、あれ、お話し会じゃなかった、ショールームだ、消防のね、消防のショールームの時だ、それだ、それだわ、同じな気がする初めてじゃないじゃんって突っ込まれちゃうって思ったけど、多分誰も気づいてないだろうって思ったようん、そうだ、コロネツインの時だ、コロネツインってつぶやいたっけ、なんてつぶやいたかな、で結構最近だからすぐ出てくるよね、まあ高さが違うということで高さが違うということで、コロネツインってつぶやいてたかな、わかんない、あ、二つ結びだ、二つ結びだよ、イエーイ、コロネツインしたよって書いてた、みんなでコロネツインしたよって書いてた、本当本当、あれ一人でさ、あ、そっか、コロネツインのツイートはあれ一人、みんなとの写真も載ってるから違う、あ、場面が切り替わった、違うかも、してないかも、初めてのコロネツイン、わかんない、初めては書いてなかった、あ、じゃあ回避初めて回避です、初めて回避しな、この尻尾がね、あ、今漁ってたら10月28日のロングツインテールってあった、あ、ロングツインテールあ、じゃあ初めては書いてなかったんだ、初めて回避ですね、ロングツインテール、ロングツインテールって書いてたって、よかった、ほぼ一緒ですねほぼ一緒、じゃんじゃん、最近アイドル前髪率が高くて嬉しい、なんかアイドル前髪のが好きな人多いのかなって思ったんだけど、どうですか、分かんないけど、みんなが何派かは分かんないけど、お話し会の日はケープとかしないので、どちらかってるうんうん、こんにちは、こんにちは、花は、ごじったアイドル前髪推しだけど、前ショールームでパッツン派が多かった気がする、アイドル前髪自分でやってみたりするんだけどうまくいけない、わかる、難しいよね、私も前髪難しいって思う、うん、2018年に人生初のなんとかツイン、なんとかツインはあってよ、あさりすぎアイドル前髪すぐ崩れちゃう、わかる、崩れちゃうね、あの、のり貼るといいよ、のりっていうのがあるんですよ、前髪のりみたいなのがあって、そういうのを最近使ってます、
横毛のこことかピッて止めたり、ここのこことかにピピピピピってやってピピピピピって貼ると浮いてこないし潰れにくいし崩れにくいじゃない？すごく僅差でパッツン前髪が好きかも。おでこ出しも可愛くて好き。昨日はちょっとおでこ出ししてた。パッパパッパッパッパー。前髪命。アイドル前髪。あ、前髪ぐる、それだ、前髪ぐる。金髪ウィッグの時の重めパッツンも好きだったまさかのウィッグ時代。アイドル前髪うまく巻けない、難しいよね、わかる。濡らしてからドライヤーして癖取って巻くといいですよ。前髪ぐるなかなかね、お店とかと売ってるの見かける率少ないですね。ネットで買うのが早いかも。山あんがインスタライブ始めた。山あん、はなちゃんかっこいいの、かわいいのも似合うから羨ましい。やったやれやれ、どんな髪型も似合うわねありがとね、今日もかわいい、ありがとね。まだ使ってない、わかる、使い時が難しいよね。なんか風に吹かれる時とかに使いな。どの前髪も好きやけど、アイドルの前髪ははなちゃんだって感じ。はなちゃんずっとこれだったから、最近だったもん、パッツンにした。ほんとみんなブームだった、イコラブパッツン前髪ブーム。うん、ドゥドゥドゥ。最近コテ使ってる？使ってない使ってない。今日も昨日の夜、あ、明日コテで巻いてみようかなって思ったけど、すっかり忘れてて、ストレートアイロンしか持ってこなかった。すっかり忘れてましたね。うん、カラコンデビューって何歳くらいでしたん？カラコンデビュー、え、わかんないなわかんないな、意外とね、いつですかね、わかんない。結構最近、最近って言っても最近じゃないか。どんくらいのシングルくらいだろう。でもズルズルぐらいの時にめっちゃナチュラルなカラコンをちょっとだけつけてた。いつだろう、いつかないつかないや、ハイトーンにしてから、ハイトーンのちょっと前ぐらいからかな、格好にしてた、そんくらいかな。いつだかはよくわからないのパッツン期間、確かにパッツンだった、あの時可愛いよね。あ、飛んでっちゃった。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは
トゥ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 大丈夫、ペリペラだよペリペラのチーク最近使ってる。で前去年なんかメイク一覧で載せたのから変えてない。あとウォンジョンヨのパレットについてるチーク、ピンクのチークがあるんだけど、それかピンク系ののはそれと、ペリペラのピンクのと、オレンジっぽいのはペリペラのオレンジっぽいのを使ってる。アイライン引くの上手すぎん？上手そう、最近アイラインの色を結構変えてて、前までは黒っぽいの、めっちゃ前は黒っぽいのを使ってたんだけど、ハイトーンになってからなんかブラックブラウンみたいな使い始めて、ブラウンが入った黒みたいな使い始めて、でここ何ヶ月前とかは茶色のを使ってて、今ねグレージュみたいな色のアイラインを使ってる。アイラインの色なんかナチュメの方がなんか抜け感が出て可愛い気がするので、そんな感じのアイラインの色を使ってます。今日のリップはこれ最近ゲットしたのです。ラカのチェリー104番チェリーです。これめっちゃいいですよこれいいよ、これいい。皮むけないです。おすすめ。そう、今ネイルしてない。そう、めっちゃ爪がさ割れちゃってさ、これあかんって思って、あとそう肌弱くて、私なんか肌を守るためにジェルネイルしてたんですけど、なんか割れちゃってダメだこりゃって思って撮りましたダメだこりゃ。今爪守り期間に入ってます。でもツアーの前にしたいなって思うけど、なんかツアーしてる時に割れちゃったら嫌だなみたいな気持ち。ラカ使ってね、美味しい味がします。エクステ長持ち結構持ってる気がする。いつ買ったかな、12月ぐらいに買ったかな。長持ちですね。よいしょ。お話がありがとうね、ありがとう。そう、爪弱くなる、悲しいよ。爪がどんどん割れていって、割れそう、もう割れそうだよって言って、お正月の三が日に撮った3日とかにネイルサロンに駆け込んで直してもらった、撮ってもらった。ツアーあと2週間。そうやで、頑張るよ。あと2週間
補修、そう爪の補修のとかなんかおすすめありますか、みんな。スペイン弁当たったよって。スペイン弁みんな当落が出てて当たったとか外れたとか見たよ。甘め花ちゃん、今日は甘めです。 TikTok でイコラブちゃんの垢抜け成長流れてきて前髪とメイクに時代を感じた。そう、私もね見ますよそういうの。みんなが作ってくれてるのとか、カルシウム摂取してるって。カルシウムか、ヨーグルトとか食べてるたまに。こんにちは。オフの仕方によるのか。こんばんは。あ、そうだ、ツアーのチケットのファンクラブの申し込みはもうすぐ締め切るし、あとユニバーサルスタジオジャパンのライブのファンクラブの先行受付が今日までなので、ぜひお待ちしてます。楽しみ、すごくないですか。 USJ ですよ。またキャラクターちゃんたち出てくるかなってちょっと期待 しちゃうよ。わかんないけどさ、楽しみです。皆さんお待ちしてます。すごい特別な一日になりそうな予感。みんな当たりますように。さあ楽しみで、サインが外れたって。この間もね、応募受付のみんなが応募してくださって当落出たの見て、外れたよって言ってる方が多くて、ありがたい気持ちとみんなに書きたいっていう気持ちです。そう、2月はねたくさんイベントがあるから楽しみですよね。今日もお話し会でいっぱいなんかいろいろ、これ行くねとか、サイン会あるねとか、スペイン弁当たってよとか、ツアー行くねとか。たくさん報告をね受けたので、2月はイベント週間、イベントがたくさんあります。タンパク質ね、タンパク質をたくさん取る。ユニバー今日まで、ツアーも今日まで、応募しただったら行きます。ユニバーにキティちゃんいる。武蔵野愛知の追加販売は来週の日曜まで、来週の日曜まで、忘れないうちに応募しね。ユニバのライブに別界隈のおたともを呼んでる。いいね。いいね。友達誘いやすいんじゃない？ユニバだと。遠くて申し込み諦めた。また近いところでやった時においで。ソロライド。そうだね。ソロライドいいよね。ユニバ。私も遊びたいな。遊びたいね。ドゥルン、ドゥルル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 ン、ドゥルルルルン、2月盛りだくさん。シャネルのネイルオイルがバズってた。チェックしてみよう。サイン会当たった方楽しんでくだされ、優しい優しいコメント。来週のお話し会終わったら、日曜日終わったらお話し会当分ないの寂しい。1月がね
昨日今日で会って、来週も会って、2月は次10日あ、そうだ、2月のね10日のお話し会が3部くらい完売が出てて、とってもとってもとってもありがとうございます。何着ようかな、何着ようかな何着ようかな、お話し会悩みますよ。イコナイジャイパズルやってる？みんなやってる？私もやってるよ、パズル。みんなのがすごいんじゃない？どう？みんなあ、神戸の日、入試なので入試会場でコールしますね。思い受け取った、頑張って愛知の公園行きます。イコラボのライブ初めて、おライブ初めてって方も多いかもね。ツアーで夢の国でライブあったりしないのかな、やりたいね、いつか2、3月イベント多くて嬉しいけど忙しい、みんなバタバタや。ユニバ好きな子を誘おうと思います。萌え萌え、キュンキュンキュンゼリフ、キュンコメント、ユニバ応募したって。遊びそうかな、遊べるかな、遊べるかな、どうかな、遊びたいね。おめでとう、ありがとう。そっか、有明のね申し込みはまだ始まってないんだもんね。確かに写真写りいい花ちゃんは撮るとき何か意識されてます？写真写りいいですかいいですか写真写りいいだなんて、やった、成長したもんだな写真写り悪いって有名だったんですけど、いいっていうこと、いいっていうことでいいの、やった、写真写りのポイント、なんだろう、いろんな角度でとりあえず撮ってみる、いろんな角度で、でその日のベストアングルを探してこれやっていう写真を載せる昨日載せたあのニット帽の写真、ビューティーカムで撮ってみたんですよ。画質良くなかったですかいつも私 Ulike 使ってるんですけど、カメラのアプリね、ビューティーカムのあの課金じゃないハードな、なんだっけ、ミラーレスカメラみたいな、 iPhone モードじゃないので撮ってみた。なんかかっこいい服着てたから、ちょっとパキッとしているなんかフィルムっぽい感じのフィルター、フィルムほどフィルムじゃないけど、いつものふわっとした感じじゃない感じので撮ってみたよ画質がいい気がした。ユニバ、友達の結婚式かぶってておめでたいのにつらい、おめでとうって言ってきなこれはもう大勝利が好きです。なんだろう、何の話してる時差で何の話してるか分かんない、ゲームかな、ゲーム、これゲームかも、ゲームの気がしてきた。今日キーマカレー作る、いいな、美味しそう寝る前パズルやってるってやりながら寝てる、あ、寝落ちしてる。花丸お化けのガチャガチャ見つけてやっちゃった、あ、みんなやってるんじゃない、やってる方が開けるよ仕事中の昼間触れないからなかなか稼げないパズルパズルやってるって、全然スコア上がんないって。推しメン設定はキアラのまま、イコラブ初めての先輩を連れていく、お試験終わったら公演とサイン会、頑張れ。次ピエロでライブやるときペックルに会えたらいいなってね。えそう、サンリオ
の時にシナモン君とキティちゃんがね一緒にステージで踊ってくれたんだけど、そのライブ始まる前準備とかしてていろいろ廊下とか歩いてたらキャラクターにちょっとだけ会えた可愛かった。あ、お話し会今度初めて参加できるので緊張してます。ドキ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 。え、3万パズルで3万3千超えただってすごっ。え、すごっすごない。どうやったらそうなるの。すごいね、プロだね。すごいよ。笑顔が素敵。イコノイジョイチャンネルの写真撮ってもらってる花ちゃん後ろに写ってるの可愛くて眺めてた。この間ね、ももクロさんの桃色歌合戦の密着裏側の出てたんですけど、私ちょうどカメラ回ってる時になんかカメラの付近にあんまりいなくて、あんまり写ってなくてごめんなさい写真撮ってもらってるところと最後帰るところ写ってたあのご飯食べてたじゃないですか、みんな最後終わった後先にご飯取りに行ったチームと先に着替えたチームがいて、私先に着替えたんですよ。先に着替えてからご飯取りに行ったんですよ。でご飯上なんかその場所が結構違くて遠くて、ご飯をもらった場所、ご飯エリアみたいなのがあってそこでもらってその場所で食べてから戻ってきたからご飯食べてるとこ映ってない瞳とリサと私の3人で仲良くご飯食べました。帰る時にさ、その桃色歌合戦から帰る時に大爆笑しながら帰ってたんですけど、なんでこんな大爆笑してるんだろうって私も思ったら、の帰り際になっちゃんに、なっちゃんにスタイルめっちゃ良かったってなっちゃんに言ったんですよ。その後なんか笑ってた笑ってました。すごいスタイルがめっちゃ良くて、なっちゃんがめっちゃスタイルいいって思ってそれを伝えたくて叫びました。なっちゃんに急に言ったから、私ですかみたいな、え、私みたいな、なっちゃんがあんな顔してて、そう、私みたいな、時も笑顔でさすがハナちゃんだなって思いました。もう大爆笑だったじゃん。その3人全然捨てなかった。そうなの、違うところで食べてた。そう天床めっちゃね良かったですね良かったですねってすごい良かった。そうなの、あ、6時8分だ。
よし、終わりにするか、終わりにするか。それじゃあ皆さん、ごきげんよう。からの、からの、からの、なんだからの、うん、はい、今日の、あのマイカの誕生日、マイカの誕生日で動画載せたじゃないですか。マイカのハッピーバースデー、昨日ね、お話し会のここでマイカのね、お誕生日ケーキをね、おめでとうってしに行ったんですけど、で私の声が低すぎて私の声低すぎてその引用リツイート見てたんですよ。見て、そしたらなんか、いおりちゃんの声低すぎないみたいな書いてあって、ごめんごめん、私の声私の声だわそれ、いおりじゃないのよ、私ですわってめっちゃいおりのね、いおりのファンの子が、いおりちゃんこれの声っていおりちゃんかなみたいな、ごめんね、私のは私です、すいません。あ、そんなに低いって思わなかったどうぞみたいな、私です、すいません、うん、なんて言ってたかな、どうぞみたいな、消していいみたいな、ろうそく消していいって、なので、あ、イエーイか、イエーイわかんない、どんなテンションだったかわかんない、私も最初なんて声入ってるかなと思って聞いて、自分の声ちょっとやだなって思ったけど、イエーイイエーイ、はなちゃんより低い声の子がいました。そう聞いてみよう、私もイエーイわかんないわかんない、え、誰だろうじゃあ私の声じゃないってこと、イエーイわかんない、聞いてみよう、私も聞いてみます、周りにあのいろんな方がいました、スタッフさんがいました、スタッフさんの声かも、スタッフさんの声かも、イエーイ聞いてみます、そうその、ね、ツイート載せてから、そう書いてあったから、絶対私の声だって思った、イエーイこんばんは、ちゃんちゃんっていう話でした、おめでとう、ひとみちゃんとまいかちゃんが無事誕生日を迎えて、いい日ですね。マイカのどこが好きか言ってってトレンド入りしてて、可愛かった、可愛くない、マイカのどこが好きか言ってってトレンド入りしてるんだよ、可愛い、可愛かったうん、最近マイカは花って呼んでくれてます、花って呼んでくれます、まだ慣れませんう
かちゃんの花指めっちゃときめいてる。わかる？なんかさドキってするよね。私もさマイカから花って呼ばれるためになんかドキってするもん。ドキ？これはときめき？さりげなくやっていきますね。ドキ？ときめき。呼び捨てファンタジー、呼び捨てファンタジーや。呼び捨てファンタジー。こんばんは。こんばんは。花って呼ぼうとしてた時期が僕にもありました。花チャレンジしたことありますか？花チャレンジ、花チャレンジ、花ちゃんでいいですよ。あ、急にみんなが花って呼び出したらちょっとおもろいな。ちょっと花みたいな。花花なんかキザっぽい感じするね。花って次のお話かい？花って笑っちゃうかも。花チャレンジしてみて。じゃあ今度花チャレンジ。花、花かわいいよ。花って呼びたい。大場花さん。花、花はさ、花はさ、花ちゃん、花ちゃれ、花ちゃん好きがどんどん増していくと逆に花さんになっていく。花さん呼び捨てしちゃおうかな。しちゃうかな。トトンの花、本当だ。さりげなく、さりげなく呼び捨てにされてる。トトンの花、気が向いたら呼び捨てします。じゃんじゃん。トトンの花懐かしい。よし、じゃあここらで終わりにするとするか。よし、配信終わりって8分の時思ったのに結構続いてる。もう8分からあとちょっとで10分経つ。終わるのか。終わるで。配信ありがとう。こちらこそ。終わるの？終わるよ。今日も抜群に可愛い。やった。低音ボイス。また来週。終わらないで。終わらないで。いつ見てもお疲れ様。花ありがとな。いえいえ、見てくれてありがとな。明日テストです。配信ありがとう。お疲れ。小うべで青うね。高い声も待ってますね。これは低い声だよ。高い声。ありがとう。今日もキューティーでした。ありがとう。今日も世界で一番好きです。配信ありがとう。来週よろしく。今日も大好きだよ。また来週。ハムボ、ハムボ出た。ハムボってなんだ？ヘケ。わからん。ハムボ。は、は。ヘケ。こんばんは。は、はなやん。わかんない。誰？誰？平気？
たいな。はにゃん。ハムボ講座しに行きます。ハムボ講座しに来てくれよな。ううつけるとそれっぽくなる。ううう。震えてるだけ。ううハムボ、ハムボってなんだ。う、あなたう、あなたう、ハムタウ、ハム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 ですね。ハムです。ハムハム。20分だ。もう20分やで。20分になったということで終わりにしましょう。終わりにしましょう。終わりにする。ハム、あー、もうすぐハムですね。ひまわりの種好きですか？ひまわりの種は好きかな。いつ終わる？ハム、終わる。ハム、ありがとう。ハム、いえいえ、バイハム。ボチャムになっちゃう。なんとかでちゃむ、終わるちゃむ、ボチャム。今日の自撮り欲しいちゃむ。今日の自撮り撮るちゃむ。今日4枚ぐらいしか撮ってなかったちゃむ。撮るちゃむ、かわいいちゃむ。ありがとうちゃむ、欲しいちゃむ。ぼちゃむ、地味に似てるちゃむ。助かるちゃむ。ほらよ、これが写真だぜ。誰、君まろ、君まろ。スクショタイム欲しい。さっきこの角度が可愛いなって思った。こっちか、こっちな、こっちかな。これかな、スクショ。かわいいチャム、ありがとうチャム。シナモンたちもありがとうって言ってるチャム、ありがとう。ありがとう。シナモン欲しいチャム、かわいいチャム。頭にイコラブつけてる白いチャム。ではこっちの子なんかさ、ベレー帽にさ、このおリボンついてんのさ、かわいいさ。かわいいさ。こっちもおリボンつけて、この子もさ、ペンライト持つところもあるのにおリボンついてんの、めっちゃかわいい。終わらないちゃむ。終わるちゃむ、終わるちゃむ。最近の口癖はなんとかっすよねってめっちゃ言っちゃう。なんとかっす、なんとかっすよねって言ってしまいます。マジ？マジ、マジなんですよ。突然の突然の
然のなんとかす、なんとかっすね、チャラいっすね、後輩っすか。そうなんですよ、なんかね、最近の口癖っすね。ハムボ、ハムボじゃないっすね、終わらないんですね。ちょっと付き合ってもらってもいいっすか。チャラいですね、何の影響でもないんですけど、突然舞い降りてきた、突然降ってきた巣が、チャラいじゃん、うん、終わります、終わります。終わりが見えない、終わりますよ。ではさよなら、シナモンもさよならって言ってる、バイバイ。終わります。